ほら、待たせたな。前回と今回の分だ。あれ？ああ、ありがとう。お前ら、浮かれて使いすぎるなよ。目つけられるぞ。わかってるよ。行こうぜ。立体起動装置が手に入ってから仕事が格段にやりやすくなったよな。みんなへの分け前も増えた。増やしすぎた奴もいたように見えたがな。理由は？あいつの、ヤンの足がまた悪くなってるのは気づいたろ。高いんだよ、薬。最近値上がりしたしな。ったく、地下商人の奴ら。聞いたか？階段通行料も値上がりしたって。ああ。あれじゃ。貧乏人はますます日の光は拝めない。てめえらこの辺りのゴロつきか。どっちが。おい、いたぜ。やっぱりか、てめえら仲間か。いや、じゃあそいつを渡してもらおうか。かぼっても損するだけだぜ。何しろ11号階段をタダで通り抜けようとしたんだからな。知ってるだろ、11号って言や議員のロボフさん肝入りの公認階段だ。ここをただ抜けとなると未遂でも見過ごせねえんだよ。当然、かくまったお前らも同罪だ。分かったらさっさと渡せ。もういい、そこどけ。汚え手で触るな。汚れちまうだろうが。ああ、ダメなんだよ。うちは清潔第一だからさ。手洗って出直しなよ。こいつらやべえ。行くぞ。